I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me.魚人島の危機を救った麦わらの一味はジンベエらに見送られて出航し、ついに新世界へと突入した。灼熱と極寒の地に分かたれた謎の島パンクハザードを発見した一味は、島内を調べるために上陸を決断。それを追うように新世界 G5 支部に所属を移したスモーカーも島へ入った。やがてスモーカーは島内で謎の研究所を発見する。そこにいたのは新たに桜花七部会の座についていたトラファルガー・ローだった。対峙するスモーカーとロー、そこに麦わらの一味も現れて乱戦状態になるが、彼らの真の敵は別にいた。この島で兵器を開発していた科学者マスターシーザー・クラウンである。ローはルフィに海賊同盟を持ちかける。シーザーさえ誘拐できれば四皇の一人を引きずり下ろす策があるというのである。同盟を承諾したルフィはシーザーの勢力に戦いを挑んだ。しかしシーザーのガスガスの実の能力によってルフィ、さらにはスモーカーまでも敗退。ローもまた突如現れた G5 基地長ベルゴによって囚われの身となる。やがて事の全貌が明らかとなる。シーザーの後ろ盾となっていたのは七部会の一人ドン・キホーテ・ド・フラミンゴ。シーザーを支援していたベルゴもまたド・フラミンゴに従う海賊だったのである。ド・フラミンゴはジョーカーと呼ばれ、兵器の調達を請け負う闇商人として暗躍。その庇護下にあるシーザーは今この時も新型の殺戮兵器死の国の実験をしようとしていた。ルフィとローはシーザーを捕らえるため、スモーカーは部下を裏切ったベルゴにけじめをつけるため再び戦いを挑む。ベルゴ、問題ない。実験はいつ始まるんだ？時期だ。モネ、映像を出せ。はい。ん？おお、自由だ。さあ、
お前らをどうしようか。どうするかもう決めてやんだろう。さっさと早く鎖を解いてください。何でも言う通りにしますから。ふざけんなたち、海賊に媚びてまで命が惜しいか。今は土下座してでも命を乞うべきです。ここで死んだら部下も全員見殺しに。女の方がいくらか利口だな。作戦は続行だ。今度こそシーザーを捕らえるぞ。よし暴れるぞ。まずは麦わら屋の仲間と G5 の海兵を救い、頭数を増やす。いいね。捕らわれている奴ら、門番を倒せば解放できるはずだ。私は G5 の解放に向かいます。よし、仲間を助けるぞ。海賊だけで共闘することになる。仕方ない。よかった、助かった。タイタちゃん見てくれ、ベルゴ中将が助けに来てくれた。あんたも死眼なんか食らっちゃ命が。みんな離れて、こいつはもうあなたたちの知る男じゃない。ベルモさんがそんなことするわけねえ。こいつ偽物だ。マスター、まもなく作業完了します。ああ、その作業が済んだらそこを離れなければ危険だ。離れられればの話だな。ああ、トラブルです。なぜか扉が閉じてしまって部屋から出られません。なぜかじゃねえ、俺が閉じたんだ。シュロロロロロ、お前たちは実験台第一号だ。光栄に思え。そんな、マスター、助けてください。さあ生まれてこい、殺戮兵器死の国。島の景色を一変させちまえ。ああ、ガスがもう、ガス、シュロ、シュロロロロロロロ、やったぞ、成功だ。灰のようにまとわりつくガスは全身を一気に麻痺させる。もっと見せろ、地獄絵図を。この施設に侵入したのが運のつくだな。貴様も死の国の実験体にしてやる。ありがてぇ、まだ仲間が捕まってんだ。助けてやってくれ。助かったぜ。他の仲間も捕まってんだ、頼む。貴重な実験体を逃がす。まずいぞ、シーザーに狙われてる奴らを脱出させろ。お前に関わっている暇はない。すまねえ、助かったぜ。
かと思ったわ。やじゃ死ねえよ。誰一人な。他の仲間も助け出してやってくれよ。ようやく自由の身か。時間がね、急いで脱出させろ。流し込め。誰一人生きてここから出すんじゃねえぞ。ここも危ねえ。仲間を死なせたくなければシャッターの奥まで逃がすんだ。シャッターが閉まって先に進めねえ。帰れ。お前ら管制室に行って開けてこい。お、ハムスター。よし、シャッターを開けりゃいいんだな。時間がねえ。私の任務はシーザーとその実験を守ること。困るね、大切な実験体が逃げ出しちゃう。よっ、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 よっ
SAD の製造機を破壊しに。悪霊や、お前はどうする？仕方ねえ。行ってやる。ホワイトアウト。これ以上任務の邪魔をしないで。こいつロギアの能力者だ。最近の海軍は海賊に協力を求めんのか？俺にかなう気がしねえと気づいた。お前は逃げるべきだ。どこまで強くなっているの？この人たち。これで終わりだ。ベルムさん。やっと思い出したか、あるべき上下関係を。クソガキ。そう思ってろってことだ。いつまでもその椅子に座ってられると思うな。お前ら聞こえてんだろ、ジョーカー。ベルムはもう終わりだ。シーザーは麦わら屋が仕留める。つまり
SAD も全て失う。いつものように高笑いしながら次の手でも考えてる。だが俺たちはお前の笑みが長く続くほど予想通りには動かない。生きがってくれるじゃねえか、小僧。大丈夫か？ウェルゴを切れさせてやしねえか？昔、覚えてるか？どうなった？お前、ウェルゴをぶち切れさせて、一体どうなった？お前のぶった切り能力でもこいつの覇気は全てを防ぐ。立場、実力ともにお前はベルゴにかなわねえ。頂上戦争から2年、誰が何を動かした？あの戦争は序章に過ぎない。お前がいつも言ってたな。手に負えねえうねりとともに豪傑どもの新時代がやってくる。歯車を壊したぞ。もう誰も引き返せねえ。海賊ベルゴ、モネもベルゴもやられちまっただと？火の国の注入範囲をさらに広げろ！シャッターを閉めろ。部下どもが巻き添え食っても構わぬ。施設内全域に火の国を流し込んでやる。俺の能力で味方を脱出させる。お前ら、俺を援護しろ。我が優秀な部下たちよ、急ぎ管制室を取り戻してくれ。よっ
楽園をめちゃくちゃにしやがって、これじゃ研究所内の全域に死の国を流し込む作戦が台無しになっちまうじゃねえか。え、死の国を全域に。マスター、それってどういう。しまった、 うっかり口を滑らしちまった。研究所内にはまだ多数の同志が残っています。我々はどうすれば。 うるせえ、死の国こそが俺の実力、てめえらの代わりなんざいくらでも調達できるんだ。え、そんな。マスター、俺たちを使い捨てにするつもりですか。黙れ。人間は皆本気でてめえの身を守ろうと考えた時、敵を殺す手段を欲する。みんな俺が必要なんだよ。世界を兵器まみれにして俺は死の国の王となるのさ。シュロロ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 ロ。マスターは、俺たちが何人死んでも構わねえぞ。大体集まったか。今から俺の能力でお前たちをここから逃がす。トラオ、俺は逃げねえぞ。当然だ。後の始末は残った俺たちでやる。白領屋はどうする。俺も残る。 G5、 お前ら先に行って船の準備をしとけ。スモヤンが残るなら俺たちも残る。逃げ遅れた仲間がいるかもしれねえし、あんたらの逃げ道も確保しとかねえと。バカ野郎だ。仕方ねえ。無茶すんじゃねえぞ。話は済んだ。さっさと終わりにするぞ。おう、シーザーをぶっ飛ばしてやる。シャンブルズ。あとはシーザーだけだ。行くぞ。俺たちのも。お前
はこの島の何も分かってねえんだ、麦わら。半端な気持ちで首突っ込んじゃ命が持たねえぞ。ローは SAD に手を出した。 SAD はあのドン・キホーテ・ド・フラミンゴの持つ工場でスマイルというゾーン系の人造悪魔の身に変わる力を求める誰もが欲しがる果実。奴はこのスマイルを使い新世界で取引をしている。あいつこそが新世界の闇を仕切る男。武器、兵器、やべえものにはみんなあいつが絡んでる。ド・フラミンゴは悪の火種、あらゆる闇の大物たちと通じてるんだ。大物たちが動き出せばお前らなんかひとたまりもねえレベルさ。お前こいつらに喧嘩売る度胸あんのかよ。そんなもんいくらでも売ってきた。頼むの観念しな、ホワイト。ではボタン。心のガスの前では無力。この神経に働きかける速度たるやもはや芸術。おい、どこ行く麦わらのルフィ。急に腰が引けたが、みっともねえ男だ。だがもうこの島に逃げ場など残されちゃいねえんだよ。お前、俺の部下にしてやっても。グリズリーマグナム、イゴゼラ。おい、麦わらや、ここは急いで離れるんだ。シーザーを捕らえた以上すぐに追っ手が来るぞ。そうなのか。よし、わかった。宴だ。おい、海兵が海賊と慣れ合ってていいのか。停戦で、兄貴。ロー、お前麦わらを利用して何を始める気だ。利用ね。どっちが利用されてんのか。俺はこれからグリーンビットに向かうつもりだ。さあ、麦わら屋の一味を俺の手に負えるかどうか。